はい、ということで今回はですね、年末の大型コラボ企画一発目ということで、お父さんに出てもらったんですけど、ちょっとぬるっと始まってオープニングを取れてなかったんで、まあ、改めてこんな形でご挨拶させてもらってます。まあ、質問だったり自分とお父さんの思い出話というところもこの動画の最後の方にもね組み込まれておりますので、まあ、ぜひ質問とそちらお楽しみいただけたらなと思います。ということでどうぞ。乾杯。いや、したらしい。挫折とか失敗の乗り越え方みたいな。ああ、俺の場合はさ、なんかなんていうの、よく JM に入る人とかってさ、こう高校すごくて大学すごくてとかっていう人結構やっぱ多いじゃない。まあすごくなくてもある程度知られててとかいい大学行ってとかってあるじゃない。俺の場合はもう高校サッカーしてなくて、ブラジル行って、まあ、ブラジルではプロになれたけど誰も知らない中でヴェルディにテスト制で入ったじゃん。で当時さ、ラモスさんとかカズさんとか、すごい人たちがいる。で若い、18、19、20年もすごい代表の人たちがたくさんいて、で15歳に平本とかチビとか飯尾とかがいて、どのチームに来ちゃったんだってふうに思うじゃん。でその中で下手だし、もうどうしようもないわけよ。テストに行って入団したんだけど、もうキャンプに一緒に行ったらもう挫折っていうか、もうこれ厳しいなしか思えなかったの。けどなんか入ったからには入ったチャンスじゃない、だから自分のなんかもう特徴だよねをもう全面に押し出していこうっていう感じしかない。もうそれしかないと思ったから、足速かったじゃん、足速いのとジャンプ力があったから、もうそこだけをもう見せつけてみたいな感じでやってった。そしたら意外とさ、なんかこいつ早いなみたいな、早い、頑張んなみたいな、上手い選手が多かったから逆に目立ったみたいな、こいつ下手だな、すげえなみたいな、いう感じで目についたから、でもそれをなんかやり続けたっていうかね、染まろうとするじゃん。なんかさ、やっぱ上手い人たち言うからちょっと上手ぶってやんなきゃなみたいになったりもちょっとするじゃん。それをしたらもう多分また、あ、自分のものが消えていくから、いや下手下手言われ続けてったよ。本当に何かサッカーバレーとかやっててもモモでしかやらないから一緒だよ。リカバリーとかで、ね、バウルーのモモとかよく言われてた。よく言われてたもん。チーム決めでもう嫌がれるもん。えインドとか言って染まるもんね。染まっちゃう時あるじゃん。その時から染まんないようにってか考えてやってたんですか。でもある程度やっぱチームの色に染まらないとチームではやっぱ出れないじゃない、試合に出れないとやっぱ結果だから、この世界さ、ダメじゃない。だから風だよね、染まってる風、だけど芯は変えないみたいな、感じにしてたかな。なんか挫折、私 YouTube やってて、毎日上ねーっつって偉いなーとか言って毎日なんで俺って難しいんだよ。挫折だな。難しいよね。でもね、でも好きじゃん。だからいいんじゃない、好きなことやるのがいいんじゃない。じゃあいきます。記憶に残った試合は1年目4試合ぐらいしか出てないんだけど、その後天皇杯からのがあったんだよね。で、カズさんのコーナーキックで、そうそう、それで多分公式戦で、すごいでした。で、カズさんってさ、大スターじゃん。そうそう。で、カズさんの関係でブラジル留学行ったから、昔。で、その時に、17歳、8歳ぐらいの時に、静岡に行った時に、カズさんが、来てくれて、その説明会に来てくれて、サインをくれたのね。で、その4年後にカズさんと同じチームに入ったわけ。そうちょっとすごくねっつって、でカズさんのそのコーナーのアシストでヘディングシュートやったの。だから画面上にはあんま出てないけど、もうこの辺ブルブルしてたの本当に背景がね。そうなんかもう自分しか分かんないから、でなんかその時の監督のとこにすっげえブルブルしながらわーとか言って喜んで
向かってたの。じゃあ監督はみたいな。じゃあ反応薄い、反応薄いだと思って。確かに一番自分が盛り上がってるから。そう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 。やっぱなんか仲いい選手とかとやったり、あとやっぱ本当すごい選手とかいるじゃん。外人とかもそうだけど、とかとやったりした試合はやっぱ面白いよね。なんかやられたとしてもなんか面白かった。今でいう代表選手のさ、大迫選手とかさ、今18とかで鹿島来た時とかにさ、18歳って思ったし、って思ったし、とかね、まあ、ヨシとかもそうだよね、やっぱり。ヨシも18歳の時からセレッソで対決し、神戸の時に対決したりしたけど、18歳って思ったしね。すごいなと思った。一番すごいと思った選手は誰？あ、もうよしと、もうそれはもう知り合う前も後もそうだけど、本当にすごいと思う。でさらによしとのその気迫みたいのがあるじゃない、で自分もそういうタイプだから、なんかその全面に押し出すっていうか表すプレイヤーだったから、好きだったし、相手したらもうマジ嫌だったし、ディフェンダーですごい人はすごい。いやもうやっぱすごいよ、中澤とかね。中澤なんかはもうほんとすごいと思うし、中澤もやっぱ有名じゃなかったけど、ベルディ入ってマリノス行って自分で力つけてこう頑張って日本代表まで上がったじゃん。その中であの年までやったり、今で言ったらさ2センターバックね、吉田麻也と冨安と、もうほんとすごいと思う、ディフェンダーで。海外で出てる、そうそうそう、出てやるっていうのは、あのこのブラジルにいてさ、すごい下のリーグだったけど、やっぱり難しいよね。あのスケットってなるわけだし、確かに。で言葉のコミュニケーションも相当取らないといけないし、ディフェンダーっていうのは人を動かしたりしなきゃいけないからさ、だからその中でもうレギュラー張ってやるっていうのは相当すごいと思う。すごいしかない、本当に。今たくさん行ってるじゃない、海外に。そ移籍するっていうだけでさ、パワー使うからさ。で移籍するって、やっぱいい選手が移籍したとしても、多分そのチームの選手たちっていうのは、まあ、みんな一緒かもしれないけど、見たものしか信じないじゃない。いくらいい選手が来たとしても、あれみたいな風になるわけじゃない。でも見て、その場で、やっぱすげえなっていうふうに認めさせないと移籍っていうのは成功しないから、だからそうやって海外とかに行って全く知らないチームに行って、その選手たちを納得させるプレーをしなきゃいけないじゃん。スケットだもんね。スケットだから、だからそれをしてさらにずっとレギュラーで出続けるっていうのはすごいと思うね。すごく真剣な話したね。確かにそうで、ね、波のプレーじゃダメだもんね。そうだから日本から、日本もう多分難しいかもしれないけど、日本国内での移籍ってのは難しいかもしれないけど、特に海外への移籍でレギュラー張るっていうのはすごく難しい。まだ他にいた？あー、いた、那須大輔。いた、那須は、でも那須は本当にヴェルディ一緒にやったけど、楽しかった。常に熱いから、サッカーに対しても、あとこう人間関係に対してもすごく熱いから、すごい仲良かったしね。だから一緒にやってて面白かったよね。あーとか言ってた。今もわかるでしょ。わかるでしょ。でもそれがなんか似たような感じだったから、なんか面白かった。その人と今ショーを仕事してるって。そうだよね。確かに。それもすごかったからね。もう人間的にいいからね、ナスはね。じゃあ最後に。聞いていいかわかんないですけど、最高年俸。最高年俸とかさ、聞いたところじゃ、そんなでもないから別に俺。もうそれもしすごく稼がしてもらったとしても、全部ここに流れてっちゃって、もう、そしてまだ下にあと5人そうですよ、ね、っていうから、もうそこにこう全部もう流れていくから。大変だ、あと5人。大変だよね、ほんとね。だから、でも勝利球とかさ、勝利球とか
はなんかあのよく聞かない場合になったとかさ、なんか聞くじゃない、だそれはやっぱりすごい時あるよね、チームによって全然違う、あチームによっても違うだろうし、なんか何倍になったとかさ、まあ燃えるよね、もう燃える、だからそれはもう燃えるよね、やっぱ消化かかってるとかだったら、まあ多分それはあると思うし、もちろんあの口角争いとかさしてる時とかも、そういうことがあったりするじゃない、燃えるよね。確かにね、でもまあそれが先行しちゃダメなんだけど、絶対ダメなんだけど、モチベーションにはモチベーションにはすごくなると思う、それはもうみんな家族養っていかないといけないから、それが先行しちゃダメだよ。まずサッカーで勝ちたいとかさ、その目の前のやつに勝ちたいって思うけど、後にね、終わった後にああ終わったなって、ちょっとロスタイムぐらいから違う、それはすごい本当ダメだよ。昔言われたよ、本当になんかあのそういうことをやっぱ考えるとするじゃない、それが一人だったとしたら、俺が二人考えたとしたら、そのロスタイムに連鎖して連鎖してって5人ぐらい考えたら多分追いつかれるよ、ね、多分おそらく追いつかれると思う、最高年俸何で答えれば、うまい棒大変だ、うまい棒じゃバレるんだ。これ何倍かでいこうか。これだったらまあ、これだったらまあ8万倍ぐらい。これ1個がないからね、分からない分からない、それは分からないよ、8万これどう取るか分かんない、これをさもうね、ほんと8000円と取る人もいるし、これはいくらだ、大体これは1000円ぐらい、あっバボかかってる、バボかかってる、バボかかってるんだよ、多分肉と思うよ、でもやしかさ増しだもんな。あ涙した時ね、見た、見たことある、いや見ましたよ、もう4回ぐらい見てるよ。なんか本当にテレビの局の人がカメラを1台置いてショーの部屋に向かって置いて、あと GoPro とかで、あのあそうだっけ、ここ、ね、ああそうだね、それで2人で話して、2人きりで本当話してくださいみたいな感じに言われたのね、で入ってってね、本当に2人でそんなさ話とかをするけど、なんか流れの中でサッカーと話するのは分かるじゃん、でもいきなりあの設定されてサッカーの話しろっつってもなかなかさ難しいじゃん、よっおーしょおーしょとか言ってさ、なんかさ入ってってやべ、何話がいいのかなとか思って入ってって、でもなんかちょっと話してったら、だからほんと悔しかったんだろうね、その、インターフェルだったかな、涙流し出してさ、俺多分あれ見てもらえば分かるんだけど、ちょっと困ってるで、これスタッフの人もいないし、いや、あれどうするかみたいな、あれこんな大きく動いてないけど、ちっちゃくなんかどうしようなんか、これどういうふうに持っていけばいいのかなみたいな、なんか就職しようって、そうだよね、だ結構ショックだったんだよ、サッカーやめるって言ったの、高校でね、俺結構ショック、あ、そうなんだって言ったんだけど、めちゃくちゃショックでさ、で奥さんにさ、サッカーやめるってやつってなんか相談してさ、なんか記者とかにね、あのとかさ、J リーグとかで働きたいみたいな、そのライターで、ね、ライターとかであって、なんか知り合いの人にあのそのライターの人がいたから、なんかちょっと頼んだりね、してあのその道に向かうんだなみたいな風になってたんだけど、気が早いなっていうか、ちょっと俺ショック受けたのに、いや、あ、気が早いって言われて、なんだっけ、そんなんあったんだよ、え、結構って思った、それ知らなかったんだよ、技術ってさ、なんかさ自分の意思でさ、あれやればやるほど多分俺上手くなると思うんだ、と思うんだ、だからタグマのそっち系だから、なんかあもっとこう細かいのが上手くなりたいとかあったら自分で出て毎日毎日ちょこちょこちょこってやってるとそれだけで上手くなるじゃん、パスとかもそうだし、だからさその期間がそうではなかったとしたら、なんか悪いことしたなって思う、
なんか無理やりやらせてたんだったら自分の意思じゃなかったらだから下手なのかなと思って確かにやれば上手くなるんだよねって思うんだよね。大学の時もあの最終わってから15分とか20分の、うん、フロンターレのさ、うん、パスだけど、ねうん、止めてくれたあれやるだけで L 字のやつ、うん、全然上手くなる。ああ、なってたあのパスじゃ分かんない試合は分かんないあれは上手くなる練習の練習は上手くなる。ああ、だ実践に行く確かに上手くなるよね、うんうん、まあ考えてやればね、なんかね止める角度とかね、うん、止める場所とかね考えて毎回やれば上手くなるよね。俺もそうだったからさ、これが会話したよな、この前ゴーイングしかねデジャーしてたよねちぎれよとか言ってじゃあそんな感じで あ、もう第1回はね、ちょっと同じってことで、うん、でもつまんないけど、いや、面白かった。次回からね、うん、いろんな選手とかね、まあ、なさ、何やるか分かんないけど、時間忙しいから、うん、そうだね。こっから年末年始で、いろんな方々に出ていただこうと思うので、楽しみください。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバ